はい、こんばんは、こんにちは。モンスターハンターポータブルサード HD バージョン Day3 続きをね、やっていきたいと思います。前回ね、ざわめく森、ドスファンゴ倒したかと思ったらね、なんとジンオーガが乱入みたいな感じでね、2回死んで泣く泣く帰還しました。だけどなんとなく倒し方も分かってきて挑戦したい感じですけど、多分きっと間違いなく星2の緊急クエストは多分戦うことになりそうなんで、今回も3日目ってことでね、続きこのクエストをやっていきたいと思います。また録画外ではこの辺ね行ったりとか素材集めたりしてます。じゃあ続きねやっていきたいと思います。はい、じゃあ出発。そういやここのショップ見てないね。はいはい、なんでしょう。あ、なるほど、半額セール、こういう時に買っとくといいんだろうね。まあいいや。肉焼き安かったね。まあいいや。出発進行、行きたいと思います。ジャギノス、まあ、結構いっぱい買ってる気がするけどね。よし、なんかまたジンオウが出てきそうな感じがするよ。マジだ。よっしゃ行くぜ。とりあえず6とか怪しいですよね。あれ、いつもと違いますね。静かに静かに寝てますよ。コッパとクロッカーも掘って掘ってガンガンの間に行くぜ。やっちゃうぜ。寝てる間に行く。一発でしたね。一発じゃないけど龍骨クエスト確認。こいつでいいんだよね。あ、こいつでいいみたいですね。ジャギノスがでかくてジャギーが一回りちっちゃいやつかな。まあちゃっと買ってね行きましょう。こいつがいやいて、おっしゃ、こいつがジャギーで、こいつがジャギノス。オッケーオッケー、どうよ。でこれであと1匹ね。やっぱここに来たらさ、やっぱ5番に行って蜂蜜ついでにみたいなね、取りましょうよ。倒しましょうよ。あ、いないですね、いないですね。ということは無難に9とかなんだけど、やっぱ9行く前に4番行きたいよね。違う、4番、とりあえず4番行こう。うん、オッケー。いないな。7番経由しようか。よっしゃ、コテンっていくねコテンっていくねファンゴの毛皮。ああ、これが木の橋。ゆっこの木。今は木じゃなくて、やっぱ加工しないといけないんだよね。加工して、コッパとクロッカーの服を作ってあげたいんだよね。オッケー。虫の死骸かよ。あれ、なんかいるね。あれは？あー、こいつはジャギーか。あれ、飛び越した。やるじゃん。まあここはいいとして、7番行って9番行こうね。肉食べて、よし。ここはどう？いるっぽい。虫取り準備してるよ。いないっぽいね。ロイヤルカブト、ロイヤルカブト、ロイヤルカブト、接着ロアリでねー。オッケー。ここは9行きましょうよ。9い、おっとびっくりした。大型だよね。ドスジャギーとかそれ系？ドスジャギーですよね。知らんけど。いってぞ。やばいやばい。なんかや、指定ボスだけじゃないね。オッケー。なんかめっちゃ呼んでるぞ。パタンキューになってる。これが強いんだよね。ちょっと待って、こら、なんかあっさり終わるかと思ったら、でもよかったよかった。いって積極的に掘っていくスタイルで。カモン。なあ、オッケー。いって、欲張っちゃいかん。じゃっ、これってクック先生みたいにさ、耳があ、もう耳垂れてるね。オッケー、もうだ、瀕死だぜ。ちょっと待て、こら、届かねえ。ちょっと待って、しょうがないな。もうそろそろ回復しようぜ。に帰るぞあいつ。待てこら、クロッカー行け。届かねえ。おいおいおい、ここ入ってどこ行くんだよ。5番ってことか。飲んでパタンキュー。5番でいいのかな。方向的に5番の方を向いてたもんね、穴が。そういうわけでもなく、やっ2番なんか2番にいたよね、何体か。とりあえず2番に行ってみます。9番も怪しいけどね。どうでしょう。いい、寝てますね。どんどんいて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 。これ2回やるよね。 OK、 やばい。5点。OK、 もうちょいだ。痛えぞ。いいぞ。オッケー、終わった。お、この川はもしかして今のさ、今の装備強化するのに必要なやつなんじゃないかな。わかんないけど、まああとはさっさと目的達成しちゃいましょう。やっぱ6番か。やっぱ 6番に行って8番に行こう。9番が明らかに怪しいけどね。で3番は結局猫だもんね。アイルーだしな。よし、チェック。いないな。違うよねあいつ。まあ、せっかく来たからピッケルでマカライト当たり。おお、やっぱ9番だね。間違いなく9番っぽいな。よっしゃ。もうクロッカーとコッパーもうダメダメ。回復ないんだよね。 OK、 行きましょう。いるね、こいつ。こいつ目的なのはこいつ。明らかにさっきのやつの小型版だよね。持ってきたせい。これで2回取れるし、1分で時間ないから。あそこ蜂蜜だよね。蜂蜜行こう。ゴー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 。で虫網用意して、横がちょっと待って、はちみつてかさ、まだ回復薬っていうのまだ入手してないっていうか買ってないし、回復薬 G とかね、結構いっぱいっす。よし、いけるぞ、虫いけるぞ、虫。もう蜂蜜はもう。あればあるほどいいからね。クエストクリア。ダン。イエー、いい感じ。アイテムボックス。おお、結構いっぱいだね。お、これってレアだよね。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。オッケー。イエー、ドスジャギ。セーブして。よし。帰ってきました。ちょっと行きましょう。一応ね、手荷物があるんで、手荷物をねしまう。整理整頓して。蜂蜜ならたっぷりだね。いい感じ。 OK。畑の方もチェックしたいけどね。 OK。 じゃあ次行きましょう。あー、これか。ガーガー。ドスファンゴも出てくるな。うん、じゃあこれ頑張ってやりましょう。一番めんどくさいクエスト。かつ、運搬装備ね。運搬装備がまだ作ってないんだよね。一応、デイ2の、最後終わった後に、装備確認したら、売店の方にね、お姉さんの方が売ってました。まあ、まだ現金も少ないんで、まだいいかな。買わなくていいかなと思ったら、まさかのね、まさかの今回でした。あら、びっくりびっくり。みんな逃げちゃおうぜ。よし、早速運ぶぜ。おっしゃい、行くぜ。で、案外これが楽しいんだよね。飛竜のさ、卵とかさ、運ぶのとかもさ、結構怖いけどさ、こんなジグザグにやったりしてさ。 OK。 1個納品。残り2つね。 OKOK。で、どうなんだろう。ここ移動したらもう消えてんのかな。いないね、やっぱりね。どん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 奥地に行くって感じですね。だってここのさ、エリア1で終わっちゃうとさ、ちらいるね。びっくり。びっくり。卵の前に生肉。卵消えないよな。まあいいや。めっちゃ積極的じゃん。いつも逃げてるケルビが。なに積極的になってんだよ。いつもめっちゃ逃げてるじゃん。うわー、虫だ。ステンバイ。ステンバイ。ダッシュ。うざこえ。何気に急降下でも当たるからね。判定ありだからね。はい。じゃんじゃんと。ラス、あと1で。で、ここは結構記憶に残ってるんですよ。これやって、次の3つ目を運ぶときに、スタミナ1個消えるみたいなね。だった記憶があります。肉食いてえけど、みたいな。うわー、猫か。あ、これ、あらかじめ退治とかってありなのかな。クロッカーと混じってる。どうよ、あと1匹死んだふりいかんぞ。一応切らんと音鳴るもんね。何も落とさんな。よし、とりあえず6番チェックしましょう。いないな。なになになに、何がいる。あ、あ、2番になんか現れたのか。怖えな。1番には来ないにしても4番経由するからね。いた、これ。一応ね、マジだ。1個やっちゃった。食べて、知らないよ。よし、こっち。君に決めた。あらっと、バルテーラ。これあかんやつやね。生肉ばっかだったのに羽入手しましたね。生肉にうまく剥ぎ取れなかった。そろそろ今4番にいそうだね。チェック。どう。うわ、イノシシばっかじゃないか。気づかれる前に戻って、よかったよかった。バレてえでよ。びっくり。オッケー、卵落とした。いい感じ。よっしゃー。じゃあこっちのルートで行くぜ。ステンバイ。ステンバイ。コッパクロッカー護衛して、ちゃんとして。やばい。いけるはず。怖え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 。うわー後ろ見るとも怖え。いけたね。あとこの虫に変なことされなければいける。ダッシュダッシュダッシュ。勘弁してくれ。今危なかったね。よっしゃ抜けた。いったー、行きました。よっしゃー。ノーヒン。よっしゃー。寝ようぜ。よいしょ。すっきり。報酬なんだろう。イエー。どうよ。じゃん。何？ああ、なるほど。なるほど。しょぼいな。しょぼいな。で、この次がドスジャギ？ドスジャギどうでしょう。一応クエスト確認しましょうか。これ達成してこれおほほ採取か。あでやっとドスジャギですね。なるほど。よしじゃあ今回はここの辺にして、もしかしたらね今装備してるねギルドカード今装備してるハンターカリンガ、これがね新しく一つ強化できるかもしれないです。うんそんな感じで今回はここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。